何どうした？茶色の様子がおかしいわ人間。どうした茶色？もう見られんようにずっとしてたのに。何したの？わかんない。なんか回したら変な感じ。ゆうべが見たの？何を？何を？何を見たの？見たの？何を？え？マジで？何見たの茶色？え？言ってよ。わかんない変な状態。もうやめて。どういうこと？わかんない。聞いてよ。ちょ止めて。今純平が一緒にお風呂に入ろうって。頭おかしくなる。サブちゃんまた。サブちゃん一緒にしてる。でもなんか普通にうちがおまだお風呂入ってないって言ったら入るって一瞬入るみたいな言ってきた。言ってないし本当にちょっとでも怖い。何がサブちゃん編集中サブちゃんはなんかやばいことになりそう本当に。ジュペサブちゃんだよ。やばい怖い。ジュペサブちゃんです。えお風呂に入るんですか？一緒に入るんですか？もうやだ。ジュペ君ああ壊れちゃった。危ねえ。水も滴るいい男石川です。いい乗らなくて。いや雪がさ、いやもう今ちょっとまあこのね外でさっきそこで撮影してたんですけど、まあ一旦ちょっと寒すぎるということでもう休憩も兼ねてちょっと一回中に入ってきました。なんかでもちょっといい感じ、なんかそうウェットそうなんかそういう髪みたいになってるよ。そういうなんかおしゃれな部屋みたいになってますよ。あれこっちの方がいいんじゃない。はい、てんてて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 んということで、はい、明けましておめでとうございます。まあもう6日なんですけどね、はい、人間さんなんと初詣をされるということで。でもこの初詣してる瞬間で撮っていいんかな、なんかバチ当たったりしないのかな、ね、201、まあ大丈夫か、大丈夫か。神様に言います。ちょっと私たち YouTube というものをやっておりまして、はい、彼がお参りする姿を撮影させていただきます、はい、お願いします。はい、よかったです。え？これもうどんな服？わかんない。見て。いいな、羨ましい。え、ちょっと待って。ちょっとこっち向いて。冬よしかも。見えません。見えないよ。おい、お参りなんかせんでいい。こっち見ろ。こっちでお参りしろ。こっちを。せーの。来るよ、来るよ、来るよ。うわあ！何この服？やば。この絶妙に可愛くないのがいいんですよ ね。あんた使えないよそんなこと。た父が良すぎるねこれは。でも父もで売ってるんでしょ。いや話そらさなくて、とりあえず分かった。もうとりあえずもう順平分かった。うちはもうさ、俺ショーツとかでシコルって思われたくない。順平ほらほらほらよ。じゃあなあ、しまれなかった。やばいごめん、早く大丈夫。やめてよ。しじゃあ頑張ってね。これは脱毛から帰ってきたちゃんゆうです。いや今日初めての人だったよ。一ノ瀬さん。あー聞いたことある。一ノ瀬さんめっちゃうまかった。なんかあれじゃなかった、あれね、前一回動画でも出たネイキッドベージュにまだ行かせてもらってるちゃんゆうさんなんですが、はい、梅田さんではなかったよね今日は。うち梅田さんに当たったことないんだよ。梅田さんがちゃんゆうのこと避けてるから。おかしいね。ありえる。いやでも逆もしかり、純平のことを避けるの逆って何求めてる。押してる。押してる。マジで。これ勝ちないでしょ。あの梅田さんは、うん、どうなんですか。なんでどうなんですか。順平は梅田さんを押しているらしいんです。ゲロ押しです。だからそのラブコールに対してちょっと梅田さんの反応を知りたいな。別に
これがキモいならキモいでもいいし、別にただのお客様ですけどいいし、何でもいいんですよ。見てないだろ。見てるの。でも一之瀬さんめっちゃ見てます。だからなんか動画初チャンユーさんだって言って。そうなんや。なんだよ。何塗ってるの。巻き。これは匂いのケアをする人間さんです。いや、私たちが散々言ったからな。お前口が臭いの、体が臭いの、それはしてもらわないと困る。それは何ですか。それは何ですか。それはブレスケアですか。しかも、うん、これあれで匂いを中和する特許成分が入る。もう特許取ってんだ。特にすごい口臭ケア。だから今全部の匂いのケアをしてるってことですね。他は あと他に今からやることないの。あとそれはでも乾燥でしょ。ニベアでしょ。だそんなケアしてどこ行くの。あーもしかして、あら人間ちゃん、デートじゃん絶対。だってデート明日。おい、ちょっと待って。視聴者の人が、うん、あの俺の Tinder のやつ見てくれて、うん、私だったら受け入れますよって言ってくれたんです、うん、なんか声かけてくれて、うん、そしたらじゃあデートしましょうって言ったら、明日昼のデートするってなって。そう、はい、とりあえず着替えて、このまま行ってみようと思うんだけど、これは多分あっちすぐ気づくだろうな。それで一旦ちょっと行って、ちょっと俺遅刻して待たせてよ。こんにちは。すごいやばい格好。これカメラどうですか。これ、いいです。あ、まあ、とりあえずいいですけど。でも動じてないな。どうしてない。いや、なんかあの受け入れてくれるって言ったんで、その格好で来るかなと思って、どっちかなって思ってたんですなんか帰るかなとも思ったんですけど。いや大丈夫です大丈夫なんだあとブリーチってとかカラー替えと冷たくないですか。僕はなんか今日特別冷たって感じで、まあまあサブちゃんということでね今日月曜日じゃないですか。月曜日ですね。本当は休みの日、はい、なのに今日俺だけのあれのために来てくれたんですよね。そうですね。ありがとうございます。本当に朝ありがとうございます。しかも朝8時から健康ですね。いやすごいよ、見てください。朝見てください。この長谷間も俺来た時びっくりしたんだよ。朝8時から完璧に決まってるなと思ってマジで。ありがとうございます。しかもなんだ今までで一番じゃないっていうぐらい。そんなですか。わからん、今まで黒のイメージがありすぎて。服の問題ですか。ってのもあるかもしれない。ちょっとなんか明るく見えると、え今日なんかデート前かなみたいな。そうです、はい、そうなんですよ。はい、ということでまたハッシーハッピーコンピュータ宇宙のハッシーハッピーハッシーです。元3時間のですね、はい、現コンピュータ宇宙来ていただいたんですが、今日はですね、はい、僕たち御用達の、うん、何でしたっけ、武蔵屋ね、はい、武蔵白山店の最強、うん、はい、マジ宇宙最強のラーメン屋があって、マジで一番美味しい。しょうもなすぎ。食ったことある人は分かると思うけど、マジでうまいんやけど、そこよりうまいって言い張るんですよ、ハッシー。マジで、本当マジで食ってる。こざいてるわ、ね、バカうまだから。そう、中野にある武闘家っていうラーメン屋さん、家系ラーメンね、あって、うん、どっちがうまいのかを決めるっていう回ですね。もうね、ごちゃごちゃ言ってねえで食えた。うわ、マジ？さっきからね。それにしか食えない。いや、ちょっとマジで本当に食べて。美味しい。ここね。ライス食べ放題。さあ、これこの勝負一口でもう決まります。順平さん、もう武闘家対天心対タケル。さあ、スープどうだ？スープどうだ？一口では決められなかった。え、マジでどうすか。ちょっとこれは、うん、トータルで見ましょう。これちょっとえ、こんなもの、そんなうまいの。これ一口全部食ってみたいな。ちょっと待って、これ最後に行きます。ちょっと待って、予想外あ、待ってね。あ、やばこれ言えないでしょ、これ。さて、食べ終わりまして、勝ちました。俺はじゃあ発表させていただきますと、味、立地、まあ、スープ、まあ、雰囲気、うん、あと店の選曲、うん、全部の
加味しまして、はい、優勝は。おう、同率1位です。これね、引き分け？ちょっとね、マジで。俺の中では決めれんかった正直。本当に。選曲も？選曲も。あとね、前言い忘れたけど、ハッシー一応 YouTube チャンネルがね ありますので、ね、すみません、ありがとうございます。気になった方は、はい、ハッシーのハッピーライフでやってます。俺も早く準備せ、準備っていうか、あれですね、決戦当日っていうことですか？はい。気合入ってますか？今日はあの町山と。今日だからとかじゃないです。もう日々が気合、女性としての日々、毎日の戦いです。毎週戦ってんの？毎日この爪について話したいんでしょ。いやいや、爪は一つよ。だから爪とも見て、まあ爪も見せ、見て、爪が可愛いねって言われたの、元気さんだから。この日はモテに行ってますって言って、それを取りたかったんでしょ。いやなんだよ、それもあるけど、全体的に、まあそうだよ。なんかモテに行ってるって断言するの初めて聞いたからさ、ちゃんゆが。俺も映ってるんだよ。ちょっとノリハンでいいって、俺のかっこいいかなっていう画角チェック。ほら、結局自分のことやからさ。ちょっと待って、そのカメラ回せないの、この人。いつもこの対抗の人と目が合う。そうね、そうね、うん、そうで、今回の女の子2人がね、はい、こっちをいて、手振って、手振って、こっちを手振ったら振り返してくるんです。いや、そうだよね。違う、かわいい、めっちゃかわいい。え、マジ？え、かわいいよ、多分。かわいいんだ、うん、ちょっとやれるんじゃないのっていう。ねえ、やめて。感じで今僕らは思ってるんですけど、最低。俺は左かなって思ってるけど、右もね、良さそうになるんですよ、ね、いや、これね、うん、俺も左なんだよな。いや、あの、ちょっと待って、すみません、もし、あの、あなたたち、いける前提で話すのやめてもらっていいですか？向こうにも選ぶ権利あるし、あの、しかもどちらかというと、その、そういう雑魚でしょ。ちょっとさ、うん、これ、2匹送り込むの面白いかも、ね。確かに、あ、人間ちょっと、送り来たらどうする？んでやん。あ、人間行ってきてよ。気づいてます、ないです。まさか来るとは思わんやろ、だって。でもこれ、あっち映しといていい？人間さんの今日、階段登って。あ、来た来た来た。怖い、あいつ何人いけるの？笑ってるよ、笑ってる、びっくり。あ、マスクしてる、マスクしてる、引いてるよ、引いてる。それでね、それでね、ええねん信じていればええねん。あ、もう俺、あ、気持ちいい。ダメだよ、お前は。なんで全然ええねんじゃないよ。ダメやねん、ダメやねん。おい、ダメだよ。いいの、ええねん、これで。これでええねん。ダメやねん。ダメやねん。本当に思ってる、お前それ。あ、お前の人生それでええねんって思ってる。そう言われる。ちょっと見てください、ついにこのちゃんゆうの激ヤバスカートが、これね、もうこのなぜかこの股のところで裂けてるっていう謎デザインなんですけど、まあ、ついにここもう広げすぎて破れるっていう。大丈夫、このパンツマジ見えないの？その、いや、見えない。え、足横に、いや横にこう開いてみた、大の字。それで見えないんや。見えない。ちょっと下げたらもう、ちょっと怖い怖い、本当に怖い。ちょっと下げたら映る。これなんかそうやったらズボンみたいになるけどさ、やっぱ座ったらやばいね。座った時はもう、座った時にちょっとヤバそうってなるけど、立った時って別にそのまま。こんだエロ女だねってこと？いっせーのせーおかえりなさい。いっせーのせーおかえりなさい。あ、せーの、せーの、ありがとう。せーの、ただいま。よし、ありがとうって言って。ありがとう。ありがとう。それめっちゃ恥ずかしいですよ、そのコメント。突撃人間フケチェック。おお、あ、てか頭固めてるやん。でもそうよ。どうなんですか、まあ、でもまあまあ普通に最近どうなんですか、わかんない。ちょっとじゃあもう頭振ってもあれなんでしょう、順平にチェックしてもらいますか。やだ、ちょっと順平どうす、フケのチェック。あの前回3日前ぐらいに私にフケを飛ばしてきたんですよ。え、ある？え、見せて見せて見せて。え、本当にある。こっち見て、こっち見て。あ、あった。うわー、ウケあるわ。え、
3個しかないならまだ。いやいやいや、それ今目でパッて見ただけやからさ。3個あったら終わりよ。お前ふけ。3個あったら、人間さんなんて。3個あったらもう300個ね。うわうわ、ゴキブリ理論や。ちょっと取る、どんなに取る。ちゃんゆうさんに今日の意気込みを聞いてみた。いいって、そのラップバトルみたいにしなくて。エビジャーのやつでしょ。あ、そう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 、やるだけなんで。待ってれば自然と寄ってくる、それだけ。それだけ。はい、町山との違いを見せつけております。では今日の作戦を聞いてみた。ヘビーリスナーやん。ヘビーその大人のタッチ姿を見せる。猫背とかはダメ、もうこうやって。あ、なるほどね。待ってる姿もなんかこうやって玄関の壁とかで蹴ったりしながら、こう胸を張って。ああ、胸を張るっていうのがあっちの方が部があると思うんですけど。いや、そんなおっぱいただこうすればいいってわけじゃないんですよ、別に。そういうことであります。胸を張るっていうのはそう、ここを強調したいわけじゃなくて、しっかりとした姿勢で色気が出るんですよ、ほら。なるほどね。はい、ではこの戦いはブレア対セリーナと言っても、ね、でも過言ではないっていうことですか。違う違う、あのね、分からんから。分からん、出してこないで。その分かんないが、ブレア。三流がブレアで、町山がセリーナですね。ブレアはちょっとおっぱいちっちゃくて、いやセリーナはおっぱいでかい。しかも格闘技でもないやん、それ。格闘技かと思ったら絶対それ格闘技でもないやん。じゃないですね、ゴシップガールです、ね。だる。情報ごちゃごちゃさせすぎやん。ゴシップガール見てるっていう俺思われるのはずいから、ちょっとここカットしよう。いや、使ってください。いや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 でしょ、これはね。意味わからんって。銀座です。銀座のここで字幕作業、これ良くないですね。これはもう毎回言いますけど、別にうちはどこでも作業するのをかっこいいとかいうのないですから。良くない例としてね、編集に追われてるのとか頑張ってるねとかじゃなくて、ダメだよっていう風に言っていこうっていう風にやってます。これは銀座で作業する元気です。でけ、人間さんが出来上がる瞬間ってもう見たい方もいる。分かんない。おー、これすごい。ちょっと見せてください。あ、そういうこと。そう、そういうのちょうだいよ。ドンキの300円のやつで、あの大容量の、でしかも質もいいらしくて、それを実際やったらめっちゃ固まるし、めっちゃいいや、めっちゃいい。で、あれでいいです。お、できたんじゃないですか。あ、おー、ちょっと目線ください。おー、というわけでこういう顔パンパンやな。寝起きだから、寝起きやばい。こういう感じで人間さんのヘアスタイルができています。ぜひ、この髪型を真似したい方はぜひ参考にしてみてください。大丈夫ですか。なんすかそれ。おーチャンネル、おー、いいよ。登録してほしいよ。ハバナイステー。